ことについてまず問題提起がありましたね疑問文いつからですか、はい、答え150年前だよ150年前がシンプルだよっていう風に言ってその後ですよえでもシンプルってもっと昔からあるんじゃないのシンプルなものなんて大昔だっていっぱいあるじゃないのって言って大昔と150年前を比べるように筆者は話をしましたじゃあこの150年前と大昔では何が違ったか大きな違いはここでしたね 昔の人たちは複雑なものを作りたかったとしてもまだ技術がないから作れなかっただから仕方なくシンプルなものを作るしかなかった。 の我々は複雑なものを作ろうと思えばいくらでも作れる。だけどわざとシンプルなものにしたということは、この複雑なものがあった時代、ある時代とまだなかった時代のこの大きな違いがあったんだよということでした。なので次、複雑な時代。 人間の歴史というのはプリミティブプリミティブまだ複雑なものがなかった時代のプリミティブから複雑なものに進んでいったそして複雑なものから今我々はシンプルなものへと進んでいったじゃあ複雑なものというのはどういうふうに生まれていったのかっていう話になりこうでしたね。複雑なものは だんだん少しずつ複雑になるというふうに思われているが実はそうではない複雑なものはゆっくりだんだん徐々にできてきたのではなくもういきなり最初から複雑だったんだぜははいい筆者こうううふうに言ったわけですおかしいでしょうなんでいきなり複雑なもの作れるんですか皆さんピアノいきなり明日からうまくなれって無理でしょう無理なのに無理なことをやったんだよね。無理理なこことととをやるということは何か理由が なければおかしい。それが理由だ。